こんにちは、マイライフプラスチャンネルです。夏の東京ステイ第2弾です。この日は夜に両国でちゃんこを食べに行く予定だったのですが、それまでの1時間ぐらいの間、両国界隈を案内してもらうことになりました。歴史的な見どころが両国はたくさん詰まっているそうなので、これは非常に楽しみですね。ではご覧ください。それにしても両国駅ってすごい一色ですね。両国駅を出てしばらく歩くとすぐに見えてくるのが江戸東京博物館。ここも見応えのある博物館なのですが、昔来たことがあるので今回はスルーしました。途中江戸弁や下町の解説をしてもらいながらテクテク歩いて向かったのは、このモダンな建物、教えてもらわなければ絶対北斎の美術館だとはわからないですよね。富岳36景などで有名な北斎ですが、この人はこの辺りに生まれ育ち、そして当時としては非常に長生きな90歳近く生きたんですが、この辺りでずっと仕事場を設けていたそうです。北斎美術館を出た後向かったのがこの公園。一見普通の公園なのですが、この公園の片隅に日本の歴史に大きな影響を与えた方の記念碑があるんです。あの人が集まっているところです。ここは勝海舟生誕の地です。勝海舟のお父さんの実家、小谷家があったのがここです。海舟はここで1823年3月12日に生まれています。そして7歳までこの地で過ごしたそうです。次の目的地に向かう途中、この角にあるのが芥川龍之介文学碑です。龍之介が生後7ヶ月の時にお母さんが病気になり、おばさんに預けられて育てられましたが、おばさんが住んでいたのがこの辺りだそうです。赤穂浪士の討ち入りのあった時にはかなり広い邸宅だったようですが、その中のごく一部がこのように整備されて公開されています。で、ここは中に一歩入るとやばいです。背中がすごく寒くなってきて、背中にゾクゾク寒気がします。吉良上野介の像とその首を洗った井戸が残されています。恵光院というお寺の一角にネズミ小僧次郎吉のお墓があります。ネズミ小僧はなかなか捕まらなかったということで、その強運にあやかろうとお墓を削ってお守りにする習慣が昔からあったようです。今は削ってもらう用のお前たちというのがお墓の前に立っています。で、これをお守りにされたんですか？そう、お守りに入れとくか。硬いっすよ。実際のこっちなんですかね。あ、お墓は。
あれが分かるんですか。大鷹言語は赤穂浪士の一人、その句碑と奥にあるのは大山元帥の標柱碑ですね。両国散歩はここまで。最後は巴方さんでちゃんこを堪能させていただきました。今回両国をいろいろと案内していただきましたが、本当に狭い地域に見るところがいっぱいあって非常に面白い街でした。もちろんちゃんこも絶品でした。大越さん、案内していただきありがとうございました。